それと多くの人は最近経験していると思うんですけどね、結婚するときはね、神様、仏様、大勢の人に一生添い遂げますって誓ってるんですよ。そうでしょう、私だって誓いましたよ。これ4年は経つと考え変わって離婚しちゃいました。わかんないもんですね。もう40年前ですから、今はこんなこと話せるんですけどね、当時はね、もう離婚した次の選挙は大変でしたね。落選するんじゃないかと思いましたよ。家庭も納められないのになんで天下国家かかるんだろう。もう散々非難されてね、人格破綻者、結核者みたいにね、人間の資格ない未来までいろんな誹謗中傷に悩まされましたよ、家族全員が。最初の離婚した直後から選挙始まる中間ぐらいまでね、政策をするとこじゃない、人間失格、ひどい家族だ、とんでもないやろね、あんなの議員任せられないっていう声で演説会でみんな参った参ったと言いながら、だん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 変わってくるのが分かったんです。演説会なぜか相手陣営が私が離婚したことを攻撃する、すると相手陣営の支援者聴衆が来てるわけです。そして私の離婚を非難する、聞いてる人の方がでも離婚してる人結構いたんですよ。離婚するとそんなに人間ってのはダメなのかっていう人応援ですってみんなするでしょう。相手陣営がもうやめよう、あれは小泉非難するんだけどね、そう小泉を以外応援してる人も非難することになっちゃうぞ、だんだん変わってきた。それからまあ日頃の活動にも評価を与えてくれる人がいてね、なんとか離婚の危機を乗り越えて今日までなっちゃうことができたわけですでも最近ね、小泉さん、バツイチねってよく言われるんですけど、丸イチねって言われる人もいますよ、言ってくれる人も、こんな悪いことじゃなかった、またこれ、時代が変わると、何だか分かりませんね、でも、できたら離婚はしない方がいいと思いますね、まあ仕方がない、したくなくても、せざるを得ないことは、失敗しなくても、経験しなくてもないことは、でもそれに年齢じゃいかない。いけないと思うんですね。